はいどうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースメガコラボオブファンサプライズということで、説明文にですねメイドバイシールダー1からシールダー9のトロールレベルって書いてるんですよ。この方いろんなトロールコース作ってるんだけど、その1作目から9作目のギミックがいっぱい出てくるようなコースだと思うんですよね。いやめっちゃ楽しみだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率はなんと 0.55% で、最初にもう謝ってていいかな、この方のトロールコースマジで初見殺しめちゃくちゃ多いからうるさくなるかもしんない。音量下げておいた方がいいよきっと。開幕3本フューチャリングバレー。なるほどね、ここはすぐ上に逃げろと。そしてオンオフを変えなきゃいけないのか。なんでオンオフを変えてすぐあで、ここだけでめっちゃ激しいでしょ。なんでこのブロック立った瞬間すぐ右に逃げる。やばいぞみんな、このままだったら僕の喉がぶっ壊れてしまう。僕の喉がぶっ壊れてしまったらもう二度と実況はできないかもしれない。でもそんなの関係ねえ。はい、おっぱチロップ倒せないから。やっぱ倒せるよね、この先ゆっくり行った方がいいよね。で、ここでなるほど、下に行けるのか。このテレサは何なんだ。こんなにやられたらさ、編集がマジで大変そうなんだけど大丈夫かな。もうノー編集で行っていい。じゃあここはおーした瞬間すぐ左、そしてあの砲台をかわせと。引っ込んでるザコが。もう分かった、この方のトロールコース全て謎が解けました。人がなぜ水中で息ができないのか、そのくらい分かっているつもりです。ここは右にダッシュしてすぐ中間ポイント。はい、それじゃあここはジャンプして魚避けろっていうことね。そしたら中間ポイント早いで、ね、なるほどね。ここピッコインコースか。1,2,3,4,5,6,7 枚のピッコインを集めろっていうことね。じゃあこの青い土管から行きたいと思います。ここは上。いいよいいよ、上等じゃん、全然いい。なんだお前は、もうさっきから邪魔すんだって。ここは上を進化しないですぐ下に降りれっていう感じね。いやぶんだ、ナイス。はっ、全然やぶねえ。あのハンマーブロスは危険すぎる。そしてこの目、さっきから邪魔なんだよ魚が。すいません、今日は絶叫多めかもしんない。なんかめっちゃ元気がいいんだよね。そして一つ言い忘れたことがありました。ハロー、どうもこんにちは。で、このベッドはかぶらないでいいと思う。一旦さ、この場所でジャンプしてみようか。やっぱりあったね。そして何もしないでこの鍵を取る。そしたら、はっ、僕はいないよ、僕はベッドかぶってていないよ。いやでもここの隠しブロック当てたのはすごい勇気だったと思う。なかなかいい感してたんじゃないかな。これでピンコイン1個終わり。うわ、終わりっぽいね。それじゃあ次の場所に行きますか。はい、それじゃあ次は黄色の土管だね。この土管入っていきたいと思います。まずオンオフをして右を進化するところ、僕は左を進化したいと思います。まあ全然予想だ。それじゃあここはオンをして丸太の上に乗れっていう感じだね。いやそんなのくだらねえよバレ、ずっとそこで一人ぼっちでいてろ。じゃあここは上に行って左に行くと見せかけて右行こうか。右が正解。何この人はこう取ればいいの。いやどうしよう、このリフト乗っていいのかな。まあ乗るしかないよね。乗って右押しっぱ、はい、右押しっぱでいいはずだよね。右押しっぱもう一回してみるよ。やっぱいけるのか。じゃあさっき右押しっぱできてなかったんだろうね。じゃあここはドクロリフトに乗って、あの雲の上の上に乗る。そしてここで左押しっぱ、くっそ。絶対違うでしょここ。何が来る、何が、何、もういろいろ次だって。じゃあここは雲の上に乗っても左を進化するなっていうことだね。そしてドアに入って先に進めるっていう感じでしょ。さあ次の土管に行きましょう。そこまでかーって。はい、それじゃあ緑の土管行きたいと思います。次は何が待ってる。6個も集めるなんてこのコースは鬼畜だね。50コインの裏になっこの打鍵が、いや絶対なんか来るとは思ったんだけど。じゃあ左に逃げておけばいいのかな。なるほどね、ここだったら回避できるっていうわけか。じゃあハテナブロックを叩くしかないんで、ハテナブロックを叩きたいと思います。そうしたら何が出てくる。普通にめっちゃビビってわーとか言ってしまったけど。じゃあここはこの場所で待機しておいたら花ちゃんに当たらないっていう感じでしょ。なるほどね、これは難しい、絶対大概の人引っかかるでしょ。じゃあこの先に行ってピンクコインを取る。何を来るだよ、左から何か来そうだな。いや来ない、一旦この近く何もないで、ただピンクコイン取らして一生やし。ここは度数が出てくる。出てきた瞬間右下のこの四角の枠に隠れておけと。そしたらピンコインが取れるっていう感じでしょう。そしてここからどう逃げるんだ。こっち来ないのか。なるほど、あのパウンを持たなきゃいけないっていうことかな。積みまし
ということはよ、ここはドッスンに来てもらって、そして壁壊すでしょ。そしてすぐ右に行ってこのパンを持てっていうことか。そんでビッコインを回収してドッスンを倒してドアに入る。そしたらこのコースが終わりっていう感じでしょ。それじゃあ次の土管行きますか。はい、それじゃあ次は赤の土管だね。一番上の土管入っていきたいと思います。ここはかぶる。いや絶対合ってない。第1話、僕はクッパにやられるしかない運命だった。ここはカロのコーラ入った瞬間ヒップドロップ、これでクッパがかわせるっていうわけだね。どっか行きやがれこのクッパが。クッパークッパを雑に扱うなんてかわいそうに。それじゃあここはカロのコーラ入ったまんまオンオフをすればいいのかな。いやでも全然それ以外ないよね。いやかわいそうだよね。クッパってトロールだったらいつも雑魚扱いされててさ。それじゃあここは右から行けっていうことだったね。そしてオンオフ、かわいそうだぞ。ここ変わるなよ、絶対に変わるなよ。オンオフ頼む、すぐジャンプしてみて。絶対ここ変わると思った。リアクションの準備してた甲斐があってね。じゃあここはジャンプして青に乗れっていう感じでしょ。そんでもう一回左に行けばいいみたいな。なるほどね、これでビッコインが回収できるっていうわけか。じゃあ次は扉だったっけ。次の扉行きたいと思います。残り2つまで来た。ただこれをもう一回全部集めたところでやり直しとかそんなんはないよな。僕はここで何もしない。そしたら生きれるっていう感じじゃないね。上にバーがあったよ。この場所だ、この場所でジャンプしてカロンを避ける、そして踏んでいく。雑魚が邪魔すんじゃねえよ骨の分際で。それじゃあここは何もしない。うん、シンプルでいいよ。ここどうすればよかったっけ。キノコ取れなかったよね。なんでこの場所で待機しておこうか。そしたら魚を回避できるんだけど。なるほど。第2話、奈落の底へ真っ逆さま。みんな見てね。ちょっと待ってね、隠しブロックどの辺にあったっけ。ここだけかな。上はない感じだね。なんでここでキノコを取って、この砲台の上もあるんじゃないのか。ない感じ。いやほんと隠しブロックって怖いよね。いやここスピンジャンプで壊れないのか。右も壊れないからここで、ね、今見た、このダイスの反射神経見た、うますぎない。じゃあここはコインコインする暇なんてない。すぐに土管に入っていく、これで正解だと思います。そしたら右、え、青い土管、え、どういうことだろうね。ピースイッチが鳴りやんでこなきゃいけないのかな。またここがいっぱい来るんだろう、誰だかわからないやつが。お前かーい。ここの罠を回避した僕を褒めてほしいね。これ大体の人落ちるんじゃないかな。じゃあここはピースイッチの音が鳴り止んだ瞬間左に入る、これが正解だと思います。そして下に行けるっていう感じだね。さあ残り1個集めていきましょう。さあラストのドアどうなんだ。最後は鬼畜とかそういう、これ隠しブロックかな。なんもないね。右下の土管は入れんね。じゃあこの隠しブロックなさそうなんで赤い土管まで行きたいと思います。隠しブロックがありそうだ、やっぱり。頼むって、もう終わったやんか、この下も入れんしさ。ずるいやん、こんな足場が見えなかったら絶対土管に渡るしかないやんね。いい加減にせんか。隠しブロックには注意だ、全部出していこう。ここだけか、右はないのか。右はない感じだ。そしてここもないのか。ない感じだね。ピースイッチを踏んでもう一回、やっぱそうなると思ってた。はい、それじゃあここは右にジャンプしたらブロック壊されたよね。そしてバネが降ってきたのは見えたんだけど、あ、これ持っちゃいけなかったんじゃない。持ってしまったら、なんで置いてこっからジャンプしてちくわブロックに乗ると、そんでもう一回バネで上に行く。でこっからどっちだろうね。あ、間違えた。もう分かりました、すいません。はい、それじゃあここはビンコインを回収してガリガリをすぐ抜けろと。あのガリガリの中絶対なんか、なんで右から行ってみる。やっぱり見た、この神回避能力レベル87ぐらいあるね。それじゃあここは、え、左、え、ここでビンコイン全部集まったからさ、あ、なるほどね、ここで中間ポイント取ってるっていうわけで、ね、すいません理解が遅くて。これで最後だ、頼む、ビンコインよ、ゴールで会ってくれ。いや絶対ゴールさせてくんない。この方はそんな簡単にゴールさせてくれるような人じゃないんですよ。何が来る、最後に絶対に一発でゴールしてみせるからね。ここは資格を信用して何もしない。左に行けっていうことかな。あ、なんかそんなっぽくないねえ。なんで一旦 B 音がなくなるまで待って、
いや、こっちに行かなきゃいけないね。なんか新しいね。すぐなんかパーンってつかなんか飛ばしてくると思ったんだけど、何もない感じ。いや、ちょっと待って、謎すぎ。いや、ほんと意味わかんない。え、ピーヨンがなくなってる。いや違う、このままでいいのか。ピーヨンが鳴ってる状態で土管に入って戻れば何か変わるみたいな。なるほどね。この無機物相当怖いのがさ、こっからもう一回鍵を手に入れさせてくれるかなんだよね。それだけなんだよね、本当に怖いのが。クリア率がさ 0.7% だったから、もしかしたらまた全部集めろみたいな。頼む、鍵を、僕に鍵を。いやまだ僕は希望捨ててないよ。この下に何か。もう花火しに行こう、みんなで行こう。はい、それじゃあ全部集めてきたね。最後の攻略法はもう分かった。あの無機物にさえ気をつければいいっていう形でしょ。なんでここで P スイッチを踏んで土管に入る。そしてもう一回入って戻れば無機物がすぐ飛んでくると思うんだよね。なんですぐ下に隠れておこう。多分それで大丈夫。ここここここ。いや、嫌だ、大丈夫。これ早くゴールを、早くゴールを。いや、最後の魚の隠しブロック回避できたのはありがたかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ OLC スターイレイサー2ということで、スターを食べるもの2ということですね。まず説明文見てもらっていいですか。右プラス Y って書いてるでしょ。なんでこのコース、スターとして右ダッシュするだけなのにクリア率が 0.91% っていう謎のコースなんですよね。そしてゴール条件があるんだけど、あのゴール条件ってまず何なんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。まず右ダッシュしていくよ。もう常に右ダッシュ。一回地面から離れたら着地しないでゴール。え、右ダッシュするのにジャンプとか必要ないよね。まず右ダッシュしていきます。よくないですね、こういうの。よくない。最初にスターが取れなかったんなら右ダッシュはもうしなくていいから、早くスターとかでやり直しなさい。開幕速攻右ダッシュはダメなんだね。じゃあスター取った瞬間右ダッシュしてみようか。これでゴールできるかどうかなんだけど、最速タイムが 9.994 だったっけな。そんくらいだったからめっちゃギリギリ判定だと思うんですよ。いや、やっぱ届かんよね。それじゃあマリオの後頭部に当てるようにしてスターを取ってみようか。いや、これめっちゃいいタイミング。これ以上いいタイミング今日僕は出せるような気がしません。なんで、頼む、これでゴールしてくれマリー。どうなった。いや、今の絶対ゴールしてもよかった。あれ以上いいタイミング出せるから、これは絶対ゴールできないと思う。さっきの方がさ、少しいいタイミングだったような気がするもん。はい、どうせゴールできないんでしょ、僕分かってるから。ですよね。そしてこのコース、動画化するのは良くないよ。スキンは違えど以前似たようなコースしたよね。スターを取ったまま右に走るだけなのにこんなに難しいのみたいな、まあ、そんな感じのサムネにしてると思うんですけど、やっぱりいけないんかい。ちょっと期待した。でも僕は動画化をしてると思います。なぜなら動画をボツにしたくないから、たったそれだけの理由。そんな理由だけでこのコースを動画化するというクソ実況者です。へっ、クソムズケ、本当にクソムズケ。何これ 0.91% っておかしいんじゃないの。もう 0.19% ぐらいの感覚だよ、ほんとムズケ。だがそんなことでは諦めない。僕はまっすぐ走り続けるんだ。そう、このスターを取ってるマリオのように、このキラキラ光ってるマリオのように、僕もこのコースをクリアして光り続けるんだ。神よ、我に力を与えたまえ。そしてこの足に宿る神竜たちを目覚めさせ、この星で最速の男と俺はなるのだ。スーパーモリーミラクルさんだ。ピヨンです。黙るんだ、いつもうるさいですね、ピヨキングっていう男は。だからコメントでうるさいって来てもその人にいいねがめっちゃつく理由、すごくわかります。だけどそんな僕は皆さん見てくれてありがとうございます。いや今さ、いや今じゃなくても何度もゴールしていいタイミングあったよね。もう当たり判定が謎すぎる。スタート斧の、スタートの斧、かしわれー、すりゃっすー。本当に難しかったね。何としたことか、このコース。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。